ビギナーランニングマガジンへようこそ感想を教えマキノです今回はアシックスゲルニンバス24こちらを紹介していきたいと思いますいよいよですね24代目ニンバス登場ということなんですけれどもまず23との比較をしていかなきゃいけないので前作ですね これが23になりますすかかととと違っってていいいいくのかちょっと企画していきたいと思いますまず大きく違う点はこのゲルの部分ですね、えー、ちょっとこう滑らかになっていて少し薄くなっているのかなという印象が受けますで、えー、ミッドソール自体もブラストに変更してきているということですねで全体的にも少しシャープになってきているので一回重ね合わせて見てみますと23との違いとしては ちょっっとシャープにななていいるのかなっていう気がします前作がもうちょっとこうゆったりした構えになっているのでそれが大きく違ってくるかなと思います。でアッパーですけれどもちょっとグラデーションっぽくですね斜めに入れているという印象が23はありましたが24に関しているとこれが当然縦に屈曲する時に通気性がよく変わってきているということです。 この辺もちょっと大きくアッパーの通気性っていうのは変わってきてるかなと全体的に縦方向に流線形に流れているよとで前作ですとこれが縦ではなくて斜めから入っていくこんな感じですね、まあ、ちょっとアッパーのデザイン的には僕23の方が好きなのかなと思いますが、まあ、シンプルで24の方がいいかと思います でさらにですねかかとの部分を後ろから見てみるとですねやはり、えー、ゲルのところこ細かく入っているんですが、えー、24に関して言うとやはり少し薄めにやっぱり、えー、このブラストを強調している印象がありますしかかとが少し出っ張っているっていうのもちょっと見受けられるかなと思っていますね。 でですのでこの辺りはゲルを少し減らしてきている印象が深いかなと思っています。まあ、こんな感じですね。ですからかかとの部分は23の方がゲルが好きな人は23の方がいいのかもしれないというところが一つ言えると思います。で次いで外側から見た形ですね。でこちらの方もやはり全体でとゲルを中心に入れていますが一方では。 えー、やはり全体的にミッドソースのブラストっていうのを強調しているふうに見受けられます。であと前足部に関して言うと少しこうシャープになってきているかなとトースプリングがこうね、えー、前に進みやすく変更してるんではないかとこれだけ写真の向きがですね縦横違っているので、えー、そこはちょっと、えー、難しい照らし合わせるのは難しかったかなと思いますね。で続いてですねヒールカップになってくると。 これはかなりですねごっつくなっているのが23の傾向になりますだからしっかりホールドするという形ですねこれはですね24になると少し滑らかになってきているとで全体的に軽量化ということを目指しているのでまあサイトを見ると 20g ぐらい軽くしているよとこれはアメリカのサイトですけれどもそう謳われているのでこの辺も少しこう軽めに仕上がってきているかなっていう印象がありますですから見比べてみるとですね ヒールカップがしっかりとパーツを入れて保護されている23と少しこう緩めになっている24の違いかなと思います。でアウトソールですね。これもほぼもやはりパーツですね。えー、プロネーション予防のためのパーツをしっかりと入れている。一方でアウトソール全体もですね、こう。 少し間隔を置いてパーツを省いてここも大きく軽量化に起因しているのが24ではなないいかなと思っていますですから全体的には少しこう柔らかくなおかつ軽量化というのは今回のテーマなのかなと思ってますね。ですので比べてみるとこれぐらい違ってくるよというふうな印象が受けられますね。 すでにアメリカの方では発売されていますが、まあ、日本の方はラインの春なんじゃないかなと予報はしてるんですけれども、えー、細かい情報が入ってくればまた逐一お知らせできればと思っています今回やっぱりゲルトそしてミッドソールをブラスに変更したっていう2個の点まあアッパーも違いますけれどもそんなところが感じられたかなと思っています今回はアシックスニンバス24こちらを紹介させていただきました ま,あまた詳細が分かり次第お伝えできればと思っていますこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想をお教にマ牧野でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします